東洋タイヤのオープンカントリー、ラギットテレーン RT ですねを履いてテストしてます。オープンカントリーというブランドを持つ東洋タイヤさんと弊社はこの4月に戦略的パートナーシップを結びました。このパートナーシップについては弊社が取り組んでいるモータースポーツ活動へのサポートだけにとどまらず製品開発も含めた多岐にわたります。北米でも高い支持を得ているオープンカントリーですが国内のラインナップも拡充されより多くのユーザー様に知っていただけるような取り組みも考えております。今年チームジャオスは、このニューハイラックスを製作しまして新たに東洋タイヤさん、オープンカントリーのラギットテレンを履いて今年はラリーに挑戦します。例年だと MT パターンのタイヤを使用してラリーに参戦しておりますが MT と比較すると比較的おとなしいパターンのラギットテレンで過酷なラリーというフィールドに耐えれるかどうか心配でした。でも実際に試してみたところ意外にオフロードでも走れるんですよね。正直びっくりしました。特にダートであればトラクションも抜群ですしステアリング、ブレーキングも扱いやすく癖が少ないのでオールマイティなタイヤでとても乗りやすいです。オフロードはマットやロック、ダートなどいろんなシチュエーションがある中でマット路面はともかくそれ以外の路面では MT 以上の操作性があると感じています。まあ本番で何が起こるかわからないのがモータースポーツなので今からラリー本番で走るのを楽しみにしています。